はい、こんにちは、タクラです。いや、昨日もこうドル強かったですね。まあ昨日だけではなくて国債金もずっと強いんでね、まあ、基本的にまあ強いドルというのは継続してまあ見ているわけですけども、まあそれにしても強いですね。上昇トレンド見えています。このあたりでまあ若干の調整の形僕は見てたんですけども、まあ、この高値も抜けてきましたね。まあ、こうなるとまあ売っていくのもちょっと難しいかなと思います。ただまあ少しだけ、この強い上昇、まあ、強いんですけどもちょっとまあ大きな値幅になってましたんで、調整局面見ていくんならそれなりのサイズ感、まあ、これ何度も言ってるんですけどね、これも見たかったところなんですけども、レンジの幅としては相当狭いですから、あれはもう少し大きなこういった調整幅になってくるかもしれないということで、まあ、こう高値警戒感というのを持ってもこれは別におかしくはないと思うんですよね。ただまあ売っていくにはもうやっぱり高値更新という形、事実が見えてはいますから、まあ、売っていくのはちょっとまだタイミングとしては早いのかなと。上値が重い形見えてから、上の壁が見えてからでもいいのかなと思いますので、こう売りは焦らず見ていきたいところですね。まあ、基本的にまあ高値更新してますから、こう強い流れ、強いドルというのを見ていこうかと思いますけども、ただまあ高値の警戒感というのは、まあ、これはしっかり持ってドルの買い場を探っていこうかと思います。これを踏まえて各チャートを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらがユーロドル、1時間足に冷やしを重ねています。ドルが強いということはドルスはやっぱり上値が重い状況になりますね。強い下落トレンド、このあたりで一旦流れが止まって調整局面という形でした。昨日ドル強かったですが、やっぱこう冷やしを見ていくと陰線ですね、売りが強く入っていますけども、ただこれ安値割れたかどうかというのはかなり微妙なところです。これは昨日ユーロも強かったというところで、まあ、少しこう動きが鈍かったというのがあるかと思います。そしてこのユーロ、まあ、かなりこう売りのトレンドが見えてるんですけども、これも調整の値幅は相当狭いの分かりますよね。 20% 程度の調整幅にしかなってはいません。まあさすがにちょっと狭すぎるかなと思うんですけども、ただそんな中でこう安値を更新しきだ、まあ、安値更新ですからこう売りを見ていくのもいいと思うんですけども、個人的にもう少しこの調整幅を広げて見てもいいのかなと。ですからまあもしかしたらこの下には何かしらこうサポートあるかもと。特にまあ昨日なんかこうユーロに買いなんかも入っていましたんでね、まあ、ドルまあ強いですからこう売りが出てくるかどうかわからないところですけども、もし仮にこうドルに売りが入ってしまったらユーロが強い分、このユーロの強さ、ドルの弱さというのが効いてきてこう強い反発の形になってしまうかもしれません。だいぶ突っ込んでいますんでね、調整の値幅というのはこれ少し意識したいところですね。いや、趣味でいくと、まあ、このサポートを割ってきた下落トレンドというのは確かにこれ見えてるんですけどね、これをショートで見ていくと、まあ、だいぶ突っ込み入りになってしまいますので、今の現在地というのは少しこう意識しながら、まあ、売り場を探っていくということになりますかね。少し僕は慎重に、このユーロに関しては値動きを追いたいと思います。はい、こちらが15分足、4時間足を重ねています。下落トレンドの調整局面ですかね。レンジの形を見ていたわけですけども、昨日ですね少し抜けてきているんですよね。ただまあ抜けたら走るような場所だと思うんですけどね、貯金安値ですから。ただなんとかこう踏ん張っているような状況も見て取れます。やっぱりユーロが強いんですかね。昨日ユーロ買いが入っていましたので、ドルが強くてもユーロが強ければ、まあ、動かないということになってしまいます。まあ、そもそも今これ調整レンジ見ていましたので、動かないとなってくると、まあ、この調整レンジの継続をもしかしたら見ていくことになるかもですね。すると今の現在地はレンジの下限なんですよね。まあ、やっぱりショートは気をつけたいですね。ただまあそれでもドルの強さを見ていきたいと。ドルの強さを見ていくということはまあショートをしていくということですから、まあ、どこでショートをしていくのかと。まあ、ユーロドルをショートしていくんなら下ではなくて上から売りたいところです。もしくは一度こうしっかりブレイクの確認をしてから戻り売りを見ていくとか、ということになってくるかなと思うんですよね。ただ今の現在地まだレンジの安値圏ですから、そこはやっぱり慎重になりますね。では安値ですからロングをしていくのはどうかと。ということはまあドルを売るということになります。ドル売りを見ていくんだれば、今のドルやっぱりちょっと強すぎると思いますんでね、そこは慎重に判断してもいいのかなと。まあ一旦買ってみるというのはいいと思いますけどね、安値更新という形に逃げれば、これはしっかり逃げるというのは徹底していかないと、まあ中途半端にこう捕まってしまいますんでね、このロングをしていくんであれば、まあ、逆張りということは、しっかり抑えてやっていくべきだと思いますね。まあ、なんとかサポートはされていますから、まあ、今日もこの安値圏での攻防というところを見ていくことになるかもですね。まあ、攻防となってくるとこれはもう決着つくかどうか分かりませんのでね、昨日もこうユーロが強くてドルが強いと、まあ、ちょっとこう流れが見えにくい値動きでしたので、まあ、こういったところからもこのユーロはちょっと気をつけて見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがユーロ円、1時間足に冷やしを重ねています。この黒線ですけども、ここ最近本当によく動いてましたけどもね、ただまあようやく調整らしい動きになってきました。上昇トレンドの押し目買いを見ていくんなら高値ブレイクは期待していく。
ただまだ高値ブレイクしてないんですね。このあたりで値動き止まってますから、まあ、上値の抵抗を見えてくれば、高値抜けてないわけですから、下落の戻り売りを見てくる人もいそう。この買い取りとの攻防という形が、まあ、ここで出ているんじゃないかなと思います。まあ、レンジの幅としては相当狭いと思いますけども、ただまあここは動きすぎなんですよね。本当によく動いてましたんで、まあ、一旦こう値動きが収まってきても、これは仕方がないところかなと思います。まあ、もちろんこのブレイクというのが次の流れのヒントになってくるんでしょうけども、まあ、もうしばらくここのレンジというのを強く意識して自分はもう見ていきたいと思いますね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。するとまあこういったレンジが見えてきます。高値150円、安値が149円、まあ、上下1円のレンジですかね。直近のこの値幅に対して1円のレンジ、調整レンジなんてちょっとやっぱり値幅としては狭いように思いますけどね。まあ、事実こういったレンジが見えてるわけですから、もしやっていくんならまずはひとまずこのレンジを意識ですかね。高値圏からは売りを意識、安値圏からは買いを意識。ただまあレンジの難しいところというのは、まあ、ぴったりと反応しない、少し抜けたりするところと、あとはいずれブレイクという形が見えてきますんでね、ブレイクした時にまあポジションを持ってしまっていたらその時にどうするかと、このあたりの答えというのをちゃんと出しておかないと、まあ、レンジというのは抜けてきた時にどうしてもやられてしまいますんで、その点は注意が必要ですかね。まあ、今のこの線、まあ、円相場もちょっと値動き収まってきましたので、しばらくは調整レンジを見ていこうかと思います。まあ、ユーロ円に関してもレンジの形がまあきっちり見えていますので、現在地は高値圏ですからね、まあ、この位置ではちょっとロングはもう厳しいと思いますので、まあ、若干の売り目線でしょうか。まあ、大きなトレンドなんかを見ているわけではなくてね、まあ、あくまでこのレンジ内の動きを意識したいと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、10時間足に冷え性を重ねています。昨日ドル強かったですからね、やっぱりこう安値更新ということになってはしまいました。少しこう上髭つけてるのもいやらしい動きだと思いますね。高値チャレンジ失敗した後に下を試して、まあ、その結果抜けてしまったと。よくある動きといえばよくある動きだと思います。そしてまあそれよりもこのサポートが割れてしまったことによって上位足の環境にもまあ少し変化は出てきたかなと。はい、それがこちらですね。4時間足にシワシワ重ねています。ちょうどこの辺りというのは過去の抵抗ライン、現在はサポートラインとしてまあ相当意識されていたところだったと思うんですよね。まあ、それが 1.24 になるわけですけども、今週のこの週足、下の方に抜けてきてるんですよね。ただこの週足というのはまだ確定していません。あと木金と2日間ありますので、例えばもうこの2日間で買い戻しが入ればこれ下ヒゲつけることになりますんでね、これはもう売りを見ていくのはちょっと難しくなります。再びもこのサポートは見えてくることになるかと思いますけども、ただ現在は抜けてきてるんですよね。今日明日の2日間でこう戻りが入ってきてくれないと、チャートの崩れということになっておきそうです。押し目買いの失敗という形ですね。ということで、まあ、この週足がどういった形で今週末引けるのか、これは注目はしたいと思います。今のところまあ抜けてきてますからね、まあ、これかなり警戒はしたいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足見ても下落トレンド見えてきてしまってます。このあたりのサポート 1.24 のサポートを割り込んできたということで、まあ、少しやっぱり嫌な動きだと思いますね。特にまあ昨日に関しては1回これ高値を試してるんですよね。そしてまあ抜けなかったと。短期足で見ていくともう少しこう小さな下落トレンドなんかも見えたりもしています。結果、上を試してダメで下を試して抜けてしまったという状況、これではなかなか買っていくのは難しいと思いますね。中途半端に戻りがあればこれも戻り売りは狙われそうで、簡単に買っていくような状況になるかどうか。ただまあ週足はブレイクこそしていますけども、まだ今週というのは終わってないですからね。強い買い戻しが入れば週足のヒゲということになって、再びこの 1.24 のサポートも見えてきます。こういった強い戻りが入ってきた、この動きに対してショートをしていくのはちょっと気をつけたいですね。ただここまでの戻りが入ってくるということは、まあ強いドル売りということにもなってはきそうで、今ドル強いですからね、そのあたりがどうかというところですかね。僕なら一旦やっぱり強いドルやっぱり見たいところですから、戻り売り売り場探しということになってはくるかと思います。ですからまあこういった強い戻りに対しての売り場探しというよりは、まあ比較的まあこの安手圏での足場、壁が見えればそこからのこう売りを見ていこうかと思います。そういった流れを見ているうちにまあ強い戻りが入ってきた場合は、まあ少しこの波の反発、週足のヒゲ、そのあたりも意識はしていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンド円、1時間足に冷え性を重ねています。このポンド円もちょっと値動きも収まってきてしまってますよね。ユーロ円とすごく似たような環境だと思います。直近の高値、これ明確にブレイクしていればいいんですけども、まだこれブレイクとはなかなか見れないと思いますので、まあ強い流れ見ていくんならブレイクは欲しいところですね。まあ、足場を作っていますから171円の50、このサポート割ってくるまでは買い場探しでいいのかなと。
そしてまあこのサポートを割り込んでくればもうこれはダブルトップということにもなってはくるんでしょうから、売りを見ていくということでいいのかなと思います。昨日はやっぱりこれ171円の50まで押してるんですよね。これ何度も何度もこれ試すんですけども、なかなか抜けていかないと、決着がつくまではもうこのレンジを強く意識でいいのかなと思います。特に今もチャートの強さが見えていますから、まあ、上から売るよりは下から買うというのを意識して見ていくことにはなるかなと思いますね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。まあ、チャートを見ていけばもう綺麗なレンジ相場と、今はもう円の方も動きが鈍くなってきていますから、ブレイクを期待してしまうと、まあ、下で打ったりとか上で買ったりとかしてしまいます。今見えているのはレンジ相場ですからね、やっぱり上、高値圏では売りを意識、安値圏では買いを意識と。そしてまあチャートはすごく強い、上昇トレンドの調整局面、目の前に大きな壁があるのはこれ分かるんですけどね、ただまあ強いトレンドの調整局面ですから、まあ、上から売るよりは下から買う、こちらを優先して、そしてまあ割れたら一旦考え直すと。ポンド円に関してはチャートの方もすごく綺麗ですからね、こうあまり難しいことを考える必要はないのかなと思いますね。レンジが見えてますから、レンジの安値圏から買っていくというのがメインシナリオになってくるかなと思います。はい、変わりましてこちらが5ドルドル10時間足に冷え性を重ねています。5ドル、まあ、かなりこう売りが入ってしまったんですね。結果サポートを割れてきました。冷え足を見ていけば、まあ、安値更新ということになりますので下落トレンドが見えたということになるんですけども、5ドルはもうこれだけでは済まないんですよね。はい、というのもこちらが4時間足、週足を重ねています。週足を見ていくとこの辺りもずっとレンジ相場なんですね。もう3ヶ月近くのレンジ相場からブレイクしそうに今なっています。今週のこの週足はまだ確定してないですからね、買い戻しが入ればもちろんこれは分からないんですけども、今もこれブレイクしてきてますんで、まあ、相当警戒心は持って見ていくことになります。売りのトレンド見えてしまえば、ブレイクしてくればこれ週足でも下落トレンドが見えてしまいますんでね、逆張りでこうロングを見ていくような場面ではないのかなというふうに思います。あとはもう少しこうチャートの方を小さくしていくと分かるかと思いますけども、売りのトレンドがやっぱり見えてるんですね。そしてまあサポート割ってきたということになりますので、まあ、それと目標というのは直近の安値ということになります。これが 0.62、 現在 0.65 ですから、まだ下げ打ち全然あるんですよね。売りの流れが見えてきたということになりますので、これもロング勢にとっては気をつけた動きだと思います。昨日はこうニュージーランドの政策金利の発表があったんですね。これがまあ若干サプライズで 0.25% 金利になったんですけども、まあ、反対票を投じた人もいたということで、まあ、利上げ打ち止めか、これが強く意識されたのかなと。するとまあオセアニア通貨全般的にこう売りが入ったという状況で、ということでまあ5ドル自体のまあ材料ではなかったわけですけどね、ただオセアニア通貨というところで、まあ少しこう売りが強く出てしまったのかなと。決着ということになってくるんなら、これはトレンドになりそうですからね、これ本当注意したいですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。まあ、短期足見ていくと売りのトレンドしか見えてこないですね。下落トレンドが見えていて流れ全く止まっていません。ですから売り場探しになるんですけども、波の起点がだいぶ遠いですからね、まあ、これではなかなかは売れないと思います。一旦の調整挟んでくれないと、まあ、次の売り場は見えてこないかなと思います。もう目線はもう今はショートで固定して見ていこうかと思いますね。問題はどこで売るかと、この壁を探していくというのが、まあ、今日明日あたりの最初の僕の仕事になってくるかなと。もちろんこれ壁が見れば、このあたりバックに売りを見ていくと。目標はもう安値更新でも全然いいと思いますね。売りのトレンドがしっかり見えているかと思います。気をつけたいのは大きなトレンドになってきているというところだと思いますので、もし調整入ってくるならそれなりのサイズ感で見ていかないといけないということですね。ですからまあ中途半端なところ、突っ込んだところのショートはちょっと気をつけたいと。まあ、結果そのままどんどん行ってしまったらもう仕方がないかと思いますんでね、一旦の調整局面というのを自分は待って、売り場を探っていこうかと思います。まあ、目線ショートは変わらないですね。まあ、ひとまず5ドルに関してはもう売り目線で見ていこうかと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円1時間足に冷え性を重ねています。この92円何度も何度も試した結果、まあこれ抜けなかったということになってはきそうですね。1回2回3回と高値を試して結果抜けませんでした。するとまあ次の目標は直近の安値ということになりますね。90円を目指した下落、これが意識されてくるかなと。つまりはこういったレンジを見ていくことになりますかね。するとも現在地、まあ、ちょっと売り入ってしまいましたけども、まだ高値圏かなというふうにも思います。多少のこう戻りなんかはあるんでしょうけどね、やっぱり戻りが入れば売りを見ていく、これも徹底したいところですね。5ドルドル、これがもう崩れてしまいましたので、5ドルの方にも売りが入りやすい状況はあるかなと思います。まあ、円の方がちょっとよくわからない、動きがないですからね、よくわからないところですけども、まあ、5ドルにしっかり売りが入ってくるんなら、まあ、現在地も高値圏ということで、まあ、売りやすい位置だと思いますのでね、まあ、一回こうどこかで売っていく、日足の安値更新を見ていくというのは悪くないかなというふうに思います。
はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期足を見ていくともう少し流れが止まってきましたかね。ダブルトップ、そしてネックを割ったということになります。92円より上、相当上値が重かったねと、これは冷やし環境の決着ということにもなってきそうで、こうなると波の反転やっぱり意識されてきそうですかね。すると今この強い売りの流れを見ているわけですけども、ただ一旦流れが止まってますからね、調整局面というのを見ていくことにはなるかなと。すると過去の抵抗ラインというのはこれは意識されやすくもなるかなと思います。これが91円の4丸あたりということで、このあたりまでの戻りぐらいは想定はしておきたいですね。売り目線は変わらない、どこで売るかというところが今問題だと思いますので、このあたりが一つの候補ということにはなってくるかなと思います。突っ込み、これも注意はしたいところですかね。その結果どんどん行ってしまったのも仕方がないかと思います。調整挟んでくれるならその調整の高値、バックを決めてのショートはしっかり見ていきたいとは思います。はい、ということで、昨日のドルストの中ではもう一番インパクトの動きをしたのがこの5ドル、3ヶ月のレンジからのブレイクになっていますので、注目しないわけにはいかないと思います。加えて週足のブレイクにもなっていますからね、週足確定まで残り2日間です。強いんであれば、この2日間でしっかり買いが入ってくるはずだと思いますので、売りを見ていくんならこの戻り、こういった値動きが出てきた際には注意はしたいですね。戻りが入ってくればこの辺りがまた安値圏になってしまいますので、捕まってしまったら安値圏でのショートということになってしまいます。今ドルも強いですからね、やっぱりこう売り場探しというところはしっかり見ていきたいところですね。はい、そしてこう手が出しにくくなってしまったのがこのユーロなんですね。このユーロというのが今まで相当弱かったですからね、昨日みたいにこうドルに買いが入ってくるんなら、ユーロ売りが入ってくるチャンスだったと思います。売りの流れがもう一度見えてきてもよかったと思うんですけども、そうならなかったんですよね。チャートの方を見ていくと、突っ込んだ環境にもなっていますし、大きな値動きに対しての調整局面という形も見えています。すると、もうワンセーズ大きな調整なんかも見ていくんなら、もしかしたらこの下どこかにサポートあるのかもですね。突っ込みはちょっとやりにくい動きのように思います。ただ今のこの現在地から見ても、売るにしてもすごく売りにくい場所だと思いますんでね、少し様子見スタートになってくると思うんですよね。ユーロの値動き、これちょっと気をつけて見ていきたいところですね。今日もこう買い戻しが入ってくるようだと、ユーロの底堅さが意識されてくることになるかもしれません。はい、あとはドル円の方を再び今見ていこうかと思います。先ほどドル円の動画の方を撮っていた時に少し押しが入ってましたんでね、とも思ったんですけども、これ高値更新してきましたね。やっぱりすごく強いです。個人的にはこういった小さなレンジ、小さすぎると思いますんで、もうワンセーズ大きな調整レンジ見ていきたいなと思うんで、もしかしたらこの辺りレンジの高値圏になるかもなと少し頭にはあるんですけどね。ただ日足が高値を更新してくれば、こういったレンジの高値というのは見えなくなってしまいますから、今もこう強い流れが見えてるわけですからね、一旦こう強いドルというのを今日はしっかり見て、ドルの買い場を探ろうかなと。その結果も上値重い形が見えた時に、高値警戒感は持って見ていこうかと思います。今回は以上になります。ドル円やドルインデックス、株式については別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは今日も頑張っていきましょう。